皆さん、こんにちは。今野徹と申します。私の体験から知見を述べさせていただきますと、統合失調症、私の統合失調症なんですけども、統合失調症の家族の方は一人称を使うというみたいですね。その家族の中でも、私とか僕とか俺とかっていう、皆さん一人称を使うと、とても会話がスムーズにいくので、皆さんぜひ一人称を使ってみてください。それではまた、さようなら。